世界のジャパンチャンネルへようこそ。目先の利益にとらわれて結果的に損をしてしまったという経験は誰しも経験しているもの。とある韓国企業も目先の利益を目論んで中古の船を購入したのですが、どうやら思い通りにいかずに大損害を負ってしまったようです。今回は安く買って儲けるはずだったのに思惑が外れて大損した韓国企業に関する話題と、それに対する韓国の人々の反応をご紹介します。韓国の企業が大損することとなった話は、2018年に発生したある船の海上火災が事の始まりでした。この船に直接関係がなかったはずの韓国企業がなぜ損をしたのか、詳しく見ていきましょう。2018年12月31日、太平洋上を航海していた自動車運搬船シンシアリティエース号で大規模な火災が発生。火災発生後、すぐさまアメリカの沿岸警備隊や海軍が救助に当たりましたが、残念ながらフィリピン人の船員21名のうち1名が行方不明、4名が重体となりました。パナマ船籍のこの船は全長200メートル、59,400 トンという巨大貨物船。日本の商船三井が運営しており、横浜から3800台を超える日本自動車を積み、アメリカのハワイに向かう途中に火災が起こってしまいました。火災により航行不能となってしまった上、ほとんどの積み荷も燃えてしまったといいます。ここまでは韓国に全く関係のない出来事ですが、問題はこの後に起こります。事故後、保険会社などを通して関係する船主や船舶会社、荷主などへの損害賠償が行われ、それが済むと、シンシアリティエース号は積み荷ごと国際中古船市場に売りに出されました。そして2019年1月にこの船を買ったのが韓国の企業だったのです。韓国のある船会社が競争入札を通じて3億円で積み荷ごと購入し、韓国政府の日本領事館を通じて船舶の臨時国籍を取得、船籍が韓国籍となりました。火災のせいで自力で航行できないこの船を曳航するため、海難救助事業と海洋工事事業を行っている日本サルベージに依頼をしてタグボートを手配。具体的な今後は決まらぬまま、日本に向かって移動を開始します。そうして九州に到着しますが、処遇が決まっていないため、今後の方針が立てられず、九州の港を転々とし、曲がりさせてもらいながら時間が過ぎていきました。結局方針は決まらないまま、韓国へ向けて出発することになったのですが、そこでも大問題になってしまいます。なんと、1ヶ月以上も放浪する羽目になってしまうのです。一体何があったのでしょうか。シンシアリティエース号は、はじめに韓国東南部にあるウルサン港を目指しましたが、入港を拒否されてしまいます。仕方がないので、その後も入港できる港を探して、マサン、ヨス、モクポなどに向かいましたが、どの港でも正式入港許可を受けることができなかったのです。最後に向かったモクポ港に着いた時点で、1ヶ月も韓国の海をさまよっていたことになります。その後、船を曳航していたタグボートの燃料が切れてしまい、船主は海洋警察に緊急救助を要請。非常事態になって、やっとキョンサンナムドのトンヨン港への入港許可が下りました。ようやく入港できたシンシアリティエース号ですが、なぜここまで入港が拒否されたのでしょう。それは、他ならぬ積み荷に原因がありました。積み荷である燃えた自動車から出る廃タイヤや不凍液、ブレーキ液、廃バッテリーなどは有害廃棄物に分類されます。バーゼル条約、と呼ばれる国際条約によると、これらの有害廃棄物は OECD 国家間の黄色廃棄物に分類されるもの。黄色廃棄物は、これらが国家間を行き来する場合には、発送元と受け取り先の両方の承認が必要と定められているのです。国家間の移動が厳しく制限される廃棄物を大量に持ち込んだとあれば、韓国が慎重になるのも頷けます。実際、シンシアリティ S 号が入港すると、韓国の関税庁、海洋水産部、海洋警察など、関係機関は言葉通り非常事態になったと言います。船を購入した韓国企業は、船を修理してもう一度活用する計画だったそうですが、積み荷の自動車を荷下ろししないことには始まりません。自動車の輸入許可が下りないために、数十億ウォンもの損害が出ていると主張していました。どうにかして早く許可を出してほしいと訴える選手でしたが、そう簡単にはいきませんでした。韓国政府としても、ここで積み下ろしの許可を出してしまうと、国際的に非常に厳しく運用されている廃棄物持ち込み規制に悪い前例ができてしまうことを恐れたのでしょう。問題となっているのは、バーゼル条約にある両国の同意部分だったため、韓国政府は日本政府に廃棄物輸出国として同意してほしいと要請を送りました。しかし日本政府は、日本から輸出した時点では、積み荷は間違いなく自動車という製品だった。海上の火災で廃棄物になったとしても、日本政府の関与することではない。との立場を貫きました。日本からすれば当然ですよね。交渉は長期にわたって続けられましたが、日本政府は立場を変えることはありません。日本政府の同意が得られないまま、苦心の末に許可を出した韓国政府。それには、韓国国内からの突き上げもあったといいます。船が入港したトンヨン港周辺の海域は、カキやホタテなど海産物の養殖が盛んな地域でした。しかも、アメリカ食品医薬品局 FDA から認定を受けるほど良質な正常海域。そこに廃棄物を積み込んだ貨物船が長期間停泊していれば、綺麗な海のイメージが損なわれてしまう。また、実際に汚染被害が発生しないかと住民から不安の声が上がり、漁業関係者からも相当な圧力があったと見られています。そうして日本政府の同意を得られないまま国内の圧力にも押され、韓国政府は積み荷を廃棄物として輸入する許可を出したというわけです。結局、大量の廃棄物を輸入する羽目になったことに対して、韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本の廃棄物を買うなんてどうかしている。これはきっと騙されて買わされたんだよ。日本の罠にはまってしまったんだ。利益を追求するにしても、ある程度は環境や他人への配慮をするべきだ。この選手は自身のビジネスのためにその他大勢の韓国人に被害を与えた。許されることではない。業者は一体どんなつもりで購入したんだ？損をしたとしても入港許可を出すべきじゃなかった。今からでも日本に送り返してほしい。こういう問題を環境団体や反日団体が抗議を行うべきだ。いくらお金になると言っても、法律の穴を利用して廃棄物を輸入するなんて許せない。そもそも、領海への侵入を許可するべきじゃなかった。韓国政府の初動ミスも大きい。なぜこんな廃棄物の輸入を許可した？親日行為では？環境部関係者は親日なのか？以上が韓国の人々の反応でした。日本の廃棄物を韓国に持ち込まれたと考え、腹を立てている様子でしたね。それでは、一方の日本の人たちはどう見ていたのでしょうか。続けて見ていきましょう。日本の反応。3億円で運搬船が買えるって喜び勇んじゃったんだね。相変わらず体を張った笑いが得意だな。しかも当人は大真面目というシリアスな笑いとかレベルが高いね。とりあえずは非合法行為は両国ともなかったわけですね。単純にビジネスの見通しが甘かっただけの話。さすがにバーゼル条約はちゃんと守ろうとしたことに驚いたよ。売る方もな気がするけど、買い取った方も大概だね。2022年にも自動車運搬船で火災が起きて、その船は沈んじゃったんだよね。高級車ばかりだったらしいから、韓国はこれも買ったらどうかな？笑える話ではあるけど、本来はどうするのが正しかったんだろう。アメリカが積み荷を処分するのかな？ただ単に段取りと根回しが悪いだけじゃない？うまくやれば無事だった車もあるだろうし、それなりの利益は出たはず。以上が日本の人たちの声でした。自業自得なお隣さんの様子に呆れ気味でしたね。さて、韓国企業が購入したシンシアリティ S 号のこの積み荷は一体どうなったのでしょうか。火災のせいで燃えた自動車がほとんどでしたが、中には被害を受けなかった自動車もあったそうです。その数およそ900台。一部はエンジンがかかるほど無事な車体もあったんだとか。日本製品不買運動があるとはいえ、日本製のブランド人気は健在で、これらの無事だった車は十分に売れる見込みがありました。購入した韓国企業もそれを見越していたことでしょう。しかし、韓国政府から許可が下りたのは、あくまで廃棄物としてでした。無事だった車も、その部品も何もかも、韓国国内で再販されないよう、税関などの関係機関によって監視されたそうです。こうして、日本の自動車3800台が、韓国内でくず鉄として廃棄されるという、異例の作業が行われることに、シンシアリティ S 号が入港してから、輸入許可が下りるまで、実に1年以上が経過していました。選手は、輸入許可が下りなかったせいで、数十億ウォン規模の損害が出た、とこぼしていたそうですが、販売する予定だった車も泣く泣く鉄くずとして処理せざるを得なかったため、予想以上の大損だったようですね。シンシアリティ S 号がその後どうなったかというと、実は修理が終わった後、再びパナマ船籍に戻され、なんと商船三井がまた運用しているそうです。韓国にとっては、散々な結果となった出来事ですね。ちなみに、事の発端となった火災の原因は分かっておらず、コメントでも少し触れられていましたが、同様の貨物船の火災事故はその後も発生しています。2022年2月にも、商船三井が所有・運航していたパナマ船籍の自動車運搬船、フェシリティエースが、ドイツからアメリカへ向けて大西洋を航行中に火災が発生。幸い、乗組員22人は全員避難し無事だったのですが、船はほぼ燃え尽きてしまいました。全長200メートルのこの船には、アウディ、ポルシェ、ベントレー、ランボルギーニなどの高級車が4000台も積まれており、被害総額は推定3億3500万ドル、約380億円に上りました。こちらも火災の原因ははっきりしていませんが、こうした自動車貨物船の火災の原因として、電気自動車に搭載されているリチウム電池が発火している可能性も指摘されています。商船三井のフェシリティエースは、十分な消火設備が完備されており、火災が貨物室で発生していたことからも、出火原因がリチウムイオン電池である可能性は捨てきれません。特に船だと、原因究明が行われる前に、車が火や煙に包まれ、出火原因がわからないまま海底に沈んでしまうため、今後も似たような事故が起こるのではないかと懸念されています。電気自動車の普及により、リチウムイオン電池を搭載した自動車の運搬も慎重にならざるを得なくなったようです。今回は韓国企業が損をしてしまった話をご紹介しましたが、買った船種のビジネスの見通しが甘く、法令などをチェックしなかったために、大損してしまったというわけでした。この選手のようにならないよう、何かを買うときは目先の欲に駆られて大金を失わないように気をつけたいですね。私たちの住む日本は自然に恵まれているものの、資源の乏しい国であり、お隣の国韓国も日本同様化学燃料の多くを海外からの輸入に頼っているのが現状です。2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、私たちは今後再生可能エネルギーの普及拡大が急務とされていますが、自国の資源開発努力を怠り、いいとこ取りを繰り返す韓国に自業自得の危機が訪れています。今回は天然ガス事業に割り込む韓国、インドネシアからの冷たい視線に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。2022年10月20日、韓国のアジア経済新聞は、韓国ガス公社がインドネシアの LNG 事業から撤退すると報じました。LNG とは正式名称を液化天然ガスと言い、メタンを主成分とした天然ガスをマイナス162度 C という超低温で冷却した液体のこと。天然ガスは主に火力発電の燃料や都市ガスとして利用されており、LNG には環境性や供給安定性に優れているというメリットがあります。また、石炭と比べると CO2 排出量は6割も抑えられるというクリーンなエネルギーとして注目されています。韓国が撤退を決めたとされるドンギスノロ LNG 事業は、三菱商事と韓国ガス公社を主体とし、インドネシア国営石油会社プルタミナとインドネシア民間大手石油ガス開発会社メドコの4社が出資する LNG 生産販売事業。国際的な資源資本大国が参画しない初のアジア諸国のみでのプロジェクトとなり、三菱商事が最大株主として初めて取り組んでいる LNG 事業です。三菱商事は2007年からすでにプルタミナやメドコと共同でプラント建設のための基本設計や契約交渉を含む事業化交渉を行ってきました。最終的にこの機会を資源獲得の絶好のチャンスと見た韓国が共同出資の立場で参入し、2011年に事業を正式に決定したという経緯があります。インドネシア中部のガス鉱区で生産された年間200万トンの LNG は、このうち100万トンを東京電力と中部電力が共同出資する電力会社ジェラに、30万トンを九州電力に、残り70万トンを韓国ガス公社に対し、それぞれ長期販売契約に基づき販売しており、事業は順調に進んでいました。韓国経済新聞の記事によると、問題となったのは日本と韓国が行った2018年の価格の再交渉だといいます。それまで日本と韓国の当初の契約価格は、石油の単位がバレルで表されるように天然ガスの単位 1mmBTU あたり15ドルと決まっていましたが、日本はこれまでの事業を通じた貢献度や信頼、また長期契約を前提とした交渉を通じて 1mmBTU あたり14ドルに下げることに成功しました。これを見た韓国側も日本と同水準での価格交渉を行いますが、何の貢献もせずいいとこ取りばかり行う韓国ガス公社の要求は受け入れられるはずもなく、価格は据え置きとなったのです。この決定に納得のいかない韓国側は価格の値下げを求め、シンガポールの国際仲裁センターで国際訴訟を起こすも敗訴。その結果、韓国ガス公社は日本と比べ、輸送船1隻につき約50億円の差がついてしまい、これは韓国の年間の輸入量70万トン、輸送船12隻に及ぶことを考えると年間約60億円、5年契約では約300億円の差が出る計算となります。決して韓国側が値上がりしたわけではないのですが、相手が日本ともなると目の色を変えて優位に立とうとする姿勢には驚かされるばかりです。韓国ガス公社は今回の件により三菱商事との信頼関係が崩れたため、今後の共同事業に支障が出ると判断し、理事会で第一次事業期間である2027年までで撤退する方針を明らかにしました。また、三菱商事側の責任を問うため、法的対応も検討していると言いますが、日本の価格交渉の成功は、ここに至るまでの採掘に関わる歴史と実績があり、長期的な安定供給を目指す企業の努力の賜物と言っても過言ではありません。利益になりそうだから仲間に入る。同じように値下げしてくれないならやめる。という短絡的な考えでは、慢性的な資源不足に悩む韓国のエネルギー安定供給の道は遠のく一方です。この話題に対して、海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。韓国は今まで日本の技術と支援にどれだけ頼ってきたのかがよくわかる。基礎科学力が重要ということだ。日本が電気の利用を控えてくれれば、私たち韓国と世界に平和が訪れると思うんだけど。君たちはもうろうそくに火をつけて生きていくしかないようだ。それが嫌なら自分たちで何とかしろ。韓国にだけ高い支払いを要求して、これで日本が先進国というのが信じられない。賢明なリーダーというものは国を豊かにするものだ。感情や思いつきで行動するものではない。日本は電気など使わずに農業をして暮らしているのがぴったりだ。当時のイ・ミョンバク政権はなぜ日本と手を組もうと思ったのか。よりによってあの戦犯企業となんて。このままだと日本に頭を下げてエネルギーを購入しなければいけなくなる。なんて冷酷な民族なんだ、日本人は。ムン・ジェインが金の卵を産む外交の種をまいたのに、ユン・ソンニョルがそれらをすべて日本に捧げている。膨大な資源が日本だけのものになるのは絶対に許せない。日本や中国と手を組むときは、最悪の状況を念頭に置いておくべきだといういい勉強になった。日本は早い時期から産業化に取り組んでいたし、企業数が韓国とは比べ物にならない。これは努力の差としか言いようがない。資源に乏しい国同士なのに、なぜ日本だけが LNG の恩恵を受けるんだ？韓国政府は一体何をやっているんだ？世界の三菱グループに喧嘩を売るなんて、韓国人はすごいな。こんな風に裏切られるのに、ユン政権は日本と仲良くしようとしている。以上が海外の人たちからの反応です。韓国の方からのコメントが多く見受けられますが、すべて日本への批判や落胆の声ばかりで、自国の努力不足を咎める声はどこにも見当たりませんね。それでは、この事態を日本の人たちはどう見ているのでしょうか。続いて見ていきましょう。日本の反応。長い年月をかけて官民が協力して信用を培ってきたところに簡単に入り込めると思ったのが大きな間違いです。日本はそれなりに燃料確保に努力しているんだね。ちょっと意外で驚いたけど、それ以上に韓国国民が何でも日本のせいにしようとしていてびっくりだよ。ほぼ決まりのところでずうずうしく割り込んでくるのは2002年のワールドカップの時と同じだな。今後日本はこの手の横暴を許さない方がいい。人のせいにしていないで自分たちで解決しなさい。他国との約束を反故にするようではまだまだ途上国ですね。LNG がなくても無尽蔵に供給可能な反日という熱い心で暖を取ってください。高くても売ってもらえるだけありがたいと思った方がいい。今はそんなご時世だと思う。徴用をめぐって三菱重工には差し押さえまでしていたのに、そんな自己都合のいい話ばかりは通らないぞ。先行投資を行わず、技術や知財を盗み続けてきたツケがとうとう回ってきましたね。LNG は諦めて得意の原子力発電を使えばいいじゃないか。なぜロシアから買おうとしないんだ。それが嫌ならインド経由でも買えると思う。なぜわざわざ日本がいるところに来るんだ。韓国はこっそりロシアから購入するのではないか。そして西側にバレて冷たい目で見られることになるまでがセットだね。三菱のプロジェクトは称賛されるべきものです。横から入り込み、何もしないで被害者意識では海外からの目は厳しくなるのも当たり前だ。完全に韓国政府と企業の努力不足。いつも行き当たりばったりで立場が危うくなったらごねればいいと思っている。以上が日本の人たちの反応でした。韓国の努力せずいいとこ取りの態度に批判の声が多数上がっていますね。また、普段は反日を掲げているにもかかわらず、手のひらを返したようにすり寄ってくる姿勢に日本の皆さんは拒否反応を示しています。ところで、資源の少ない日本や韓国の国内のエネルギーの構成はどうなっているのでしょうか。韓国では約 65% が火力発電、約 27% が原子力、再生可能エネルギーは約 8% とされており、日本は2022年現在、火力発電が約 73%、再生可能エネルギーは約 22%、原子力発電の割合は約 5% となっています。韓国の原子力発電に対する依存度は世界的に見ても高く、これには日本とは違い、プレート上に陸地がないため地震が起こりにくいという地政学的特徴や韓国国内における電気の消費傾向の違いが挙げられます。また、韓国は日本と比べ国土に対しての人口の比率が高く、電気の使用量も多いとされており、石油化学や半導体など電気を多く使う産業が盛んなことから、韓国国内の電力消費量全体のうち約半分が産業用と言われるほどです。これに対して日本の産業用電力需要は全体の約3割となっており、韓国はかなりの高水準であることがわかります。また、国策として、電気料金が世界的に見てかなり安く設定されており、多くの電力を原子力発電に頼っていることや、国土の狭さから送電設備費用が安く抑えられ、運営効率が良いことが理由となっているようです。しかし、国民に電気を安く供給し続けた結果、ウクライナ侵攻などによって起きた燃料高騰の煽りを受け、2022年には韓国電力の損失は約1兆6000億円にまで膨れ上がったことが判明しており、この赤字を埋め合わせるために今後の電気料金の値上げは避けられず、国民から大きな反発が起こることが予想されます。同じように日本でも電気やガスが値上がりし続けており、化学燃料を輸入に頼らざるを得ない国では同様の問題が発生しているようです。また韓国では政権が交代するごとに原子力発電に対する取り組みが変わることが多く、実際ムン・ジェイン前大統領は LNG や再生可能エネルギーを主力としていく脱原発政策を行っていましたが、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった中発足したユン・ソンニョル政権では、先の見えないエネルギー危機への懸念からか、原発推進や脱輸入依存の立場をとっており、多くの国民や企業からは戸惑いの声が上がっています。韓国経済団体の全国経済人連合会、通称全経連は、国内にある産業通商資源部や国会、日本産業経済省などの資料をもとに、日韓の資源開発を比較した結果を公表しました。特に海外資源技術開発について、日本と比べると3倍以上の差があるという調査結果を受け、全経連は安定した資源サプライチェーンを構築している日本を今後ベンチマーキングしていく必要がある。また、海外での資源の開発や確保には民間企業だけでの力では難しい部分もあり、政府の断続的支援が必要であると述べました。再生可能エネルギー分野では、日本は2030年までに 38% に、韓国は2034年までに 25.8% を目指しており、資金や技術の開発といった点で、官民の協力が今後の重要な課題となります。資源の少ない国にとって長期的なエネルギーの安定供給と輸入依存からの脱却は必要不可欠であり、地球温暖化対策のためにも日本と韓国、隣り合う国同士としてこれからの未来に向けて新たなエネルギー分野を開拓していくためのいい影響を与え合う存在になりたいですよね。2050年カーボンニュートラルはもうすぐそこまで迫ってきています。皆さんはどう思われますか？動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカッとぴえんチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。